あの頑張るを顔腫れるって書く人怖いなんかの思いが入ってんだよ、あえて当て字にするっていう、そういうことでしょ。だって頑張るってもともと漢字あるじゃないですか、うんうん、あの頑固の頑に、あの春の春、年を重ねると意味を変えて言いたくなるんだ、なんで顔腫れる、それ顔が腫れるって顔腫れるじゃないですか頑張るか、人それぞれです人それぞれの怖い人をさ、ぜひねどんどん送ってきていただきたいと思います、はいはい、オープンチャットの方に、うん、仕事を志すことと書いて仕事、はいはいはい、気合の木を、あの木のこの、うん、バツになってるところをこう米にして下の木で気合の愛をラブの愛、ね、はいはいはい、気合って書くのが怖い、ヒッピーと福毛さんのイメージだ、勝手なイメージ、すげえわかるあのお仕事頑張りましょうで志すことで仕事って書かれたら、あーメールで来るってことね、そうでしょなんか多分マネージャーさんに見せちゃう、そ、そ引くぐらいだね、そ、嘘でしょってなると、ええだって、レオさんそんなメールもらったらどうします？あ、俺は結構もう、はい、あの年齢的にもういろんな人がいるなっていう境地にはたどり着いてるから、俺そんなにはないけども、